どんなにキラキラした宝物の中でも一番光り輝いてるのはこのあたし。そうでしょ、プロデューサー。あたしのセクシーな魅力、もちろん伝わってるわよね。キュートでセクシーな怪盗役なんて私にぴったり。あんたにしては冴えてるんじゃない？私に怪盗リサ役をやらせようなんて。役が決まってから毎日たくさん練習してきたわ。もちろんもう台本は全部頭の中に入ってるわよ。そうしないと完璧な演技ができないもの。家で練習してるとき、ママから言われたわ。何かを任されたのは期待されてる証拠。相手が思っている以上の成果を残しなさい。努力は見せびらかしたりしないで、笑顔でさらっとこなすのよ。でね、私のママってかっこいいでしょ。そんなところにパパも惚れたんだと思うの。だから私もママみたいになって、パパのハートを華麗に盗み出してみせるわ。その練習として、まずはあんたとファンのロリコンたちのハートを盗んであげるわ。我慢しないで私にもっとメロメロになっちゃいなさい。捕まえられるものなら捕まえてみなさい。だけど気をつけるのね。怪盗リサが盗むのは宝石だけじゃなくて、あんたのハートだって盗めるんだから。